はい、それではお願いします。ただいまから小池知事の定例記者会見を始めさせていただきます。じゃあ知事冒頭お願いします。はい、私の方から4本、ご報告がまずございます。1本目は東京と日本の成長を考える検討会を開催することにつきましてでございます。都は東京2020大会に向けた準備はもちろんでございますが、その後2025年にベビーブーマー世代が後期高齢者となるということが確実になっているわけでございます。そして今後急速に進展する高齢化、そして首都直下地震をはじめとする災害への備えなど、都民生活を守る上でですね、しっかりと取り組みを進めていかなければなりません。またますます激化します国際的な都市間競争、これにも打ち勝って東京、ひいては日本全体の持続的な成長の実現、そのためにも東京への積極的な投資が必要で、ございます。しかしながら国はですね、これまで不合理な税制度の見直しで、東京から累計にしますと約6兆円もの財源を奪ってきたということでございます。でその上に年末予定されておりますのが平成31年度の税制改正でございますけれども、東京をはじめとする都市部の財源をさらにこう奪ってくるというそのような動きを見せているわけでございます。こうした東京を標的にしたの税制度の見直しというのは、地方が抱えている財源不足の根本的な解決につながるものとは思えません。言ってみれば目先の対応にとらわれた動きに対して、私どもは危惧を抱いているということでございます。東京そして日本を持続的成長に導くという大きな課題があるわけですが、真の地方分権を見据えた地方税財源の在り方、こういったこの大局観を持った上で本質的な議論をしっかり重ねていくということが必要なのではないかとこのように思います。そこでこうした思いを同じくする都議会の各会派の皆さん、都内の区市町村の代表の方々、こういった方々とともに、できるだけ幅広く意見交換を行う場、それが東京と日本の成長を考える検討会ということでございまして、この検討会を新たに立ち上げることといたしました。で開催にあたりましては、都議会、都内、区市町村の皆様、そして、学識経験者、経済団体、企業経営者、そしてジャーナリストの有識者の方々がメンバーとなっていただける予定でございます。私も検討会メンバーの一人として、最近はメンバーという言葉がよく使われますが、私もメンバーの一人として参加をさせていただくことといたします。でこの有識者のメンバーでございますが、地方自治、地方財政、都市政策などの分野で高い見識をお持ちの学識経験者の方、それから日本経済の今を熟知しておられる経済同友会、東京商工会議所といった経済団体の皆様、企業経営者の方々、そして日本を代表するジャーナリストの方々にご参加いただく予定となっております。で、こうした方々と一緒に東京が置かれている現状であるとか、東京と日本全体の発展に向けて必要な投資などの、の視点から、地方分権の推進とその基盤となります地方税財源の在り方を中心に、腰を据えて議論をしていく考えであります。で第1回の検討会でありますが、6月の14日に開催する予定といたしております。それからその後7月10月にかけまして、3回程度の議論を行って、秋ごろには議論の取りまとめを行う、こういう予定としております。でこの検討会での議論を踏まえまして、また先日スタートいたしました
東京都税制調査会での議論、こちらも参考にしながらオール東京で一致団結し、税制改正に向けた都の主張を強力に発信をいたしまして、都民国民の皆様の理解と共感を広げていきたいと、このように考えているところでございます。先ほども市町村会、町村会の、市町村、違う、市長会、それから、町村会の皆さんにこの検討会の立ち上げについてもお話をしてきたところでございます。これはもうオール東京で臨んでいくことが一番重要ということでございまして、しっかりと分析をしながら、何が地方対東京という構図ではなくてですね、より幅の広い、そしてまた、より長期にもものを見据えた、表層的でない、この仕組みということについて、皆さんと共に理解を深めると同時に、この検討会からしっかり発信もしていきたいと、このように考えております。さて、次でありますけれども、かねてよりウォーニングといいましょうか、教育の本質の問題とは程遠いということで、私も何度か訴えさせていただきましたが、東京23区の大学における定員増の抑制についてであります。で、今日ですけれども、参議院の本会議で、東京23区の大学の定員増の抑制を含む、この法律案が可決をされて成立をいたしました。で、この法律ですけれども、東京都はこれまであらゆる機会を捉えまして、反対ということを強く訴えてまいりました。ところで、それだけにですね、遺憾に思っております。 法案の成立ということで、で、教育っていうのは国家100年の計であるということは何度も申し上げておりますけれども、さらにそれに加えて国際競争が激しさを増す中で、次の世代の人材育成、それからイノベーションの創出に重要な役割を担っている大学に対してですね、こうした規制を行うということは、これは東京のみならず我が国の将来に禍根を残すということで強く懸念をいたしております。我が国に今何が必要なのかというのは、これは国内の限られたパイの奪い合いではありません。世界で勝ち抜ける高等教育の実現に向けて、それぞれの大学が良さを生かしてフェアに競い合って、日本全体の活力を底上げしていくことだと強く思うところでございます。で、法案の議決に際しては、途中の年度において運用状況や効果について検証を行うことであるとか、定員抑制の例外となる基準を明確にすることなど、付帯決議がなされたと聞いておりますが、これは当然のことかと思います。効果ができなかったならばさっさとやめるべきだとさえ思うわけであります。これによってですね、また受験のやり方、受験のノウハウというか、この23区内の大学が厳しくなると、そうすると、じゃあ付属の高校に、いや付属の中学にと言ってずっと連なるわけでありまして、このことが本当に教育の本質の問題につながってくるのかどうか、今ますます、さっき都市間競争と申し上げたけれども、大学の国境を越えた競争たるや、もう激しいものがありますよね。そこに日本がこうやってパイの取り合いだけをやっているという教育の在り方、地方創生の名を借りてですね、そして教育論そのものを先送りにしてしまうというのはいかがなものかと、昨今大学のアメフトの問題でいろいろと教育機関も話題になって、教育とは何ぞやということをいろいろと反面教師的に教えてくれているような気もしないでもないですけれども、しかしながらやはり今日本の抱えている、また将来へにとって非常に厳しい状況があるとするならば、教育だと、教育の質の確保だということを私はもう声を大にして申し上げたいと、これは思います。これは東京都知事でなかったとしても、このことについては多分
棄権している類の法律案だと思います。次、ガラッと変わります。梅雨が間もなくやってくるという話なので、下水道の浸水対策についてのお知らせでございます。最近はですね、以前と比べまして短時間で雨量の多い豪雨、まあ、ゲリラ豪雨などと呼ばれていますが大変増えているわけで、ございます。そして都民の皆さんに浸水への備えとして2つお願いをしたいことがある、で、お伝えをしたいと思います。まず1点目、ゴミとか落ち葉とかもちろんのことでありますけれども、植木鉢とかプランターなどで、雨水のマスを塞がないようにしていただきたいということであります。お家に帰られてちょっとチェックをしていただきたいと思います。何気なくその雨水マスを塞いでいないかどうかというのを都民の皆さんにチェックしていただきたい。2点目でありますが、よく地下室とかそれから半地下の駐車場ってこうなってるのあるじゃないですか。でそういったところの方は浸水防止のために土のうであるとか止水板などを準備をしていただきたい。いつも土のうを置いておくと駐車場に入れないですから、いざとなった時にそれができるような準備をしておいていただきたいということでございます。で浸水に備えるにあたりましては、降雨状況を確認する、東京アメッシュというのがとても便利だと思います。あれ私もハマりますよね。ずっと見ちゃうんですけれども、で雨の降り具合が色分けされていまして、リアルタイム更新で、過去2時間分のデータが再生する機能も持っているわけで、なんと利用回数なんですけれども、昨年度で約、6000万回、まあ、5900万回なんですけれどもご利用いただいて、これは都のホームページの中で最もアクセス数が高いと思われます。で梅雨だけではありませんで、台風などの豪雨の備えとしてもこのアメッシュはご利用いただければ。今運動会シーズンですから、ぜひこちらの方もご参考にしていただきたいと思います。で都といたしまして、梅雨に向かう6月は浸水対策強化月間と定めております。で下水道施設の総点検を行い、また普段なかなか見られません、下水道施設や下水道工事現場の見学会を数多く開催をいたしまして、浸水への備えを呼びかけるというものであります。まあ、地下で東京を支える下水道施設の重要性、前に出川君なんかとも行きましたけれども、震災対策の大切さ知っていただきたいと思います。もう一つ、デング熱とかジカ熱などの感染症の可能性が出てくるわけでありますけれども、その媒介となるのが蚊であります。で蚊の発生防止ということでお伝えをいたします。で6月っていうのは蚊が発生し始める時期でもございますので、蚊の発生防止、強化月間としてさまざまな取り組みを行っていくという知らせであります。で蚊の発生を防止するためには、都民の皆さん一人一人が対策に取り組んでいただくということが重要でありますけれども、まあ、そのためにポスターの掲示やラッピングバスなどで呼びかけるということでご覧いただきたいと思います。で例えばあと講習会とかリーフレットなどで、この蚊の発生を防ぐということから進めていきたいと思います。で蚊はですね、デング熱、ジカ熱などの感染症の媒介をする可能性がありますし、まあ、この蚊を減らすために都民の皆様も、この先ほどもありましたけど植木鉢の受け皿のところに水が溜まったりするんですよ。それから空き瓶とか空き缶など不要な溜まり水をなくすなど、まず家庭でできるところから取り組んでいただきたいと思います。蚊の発生防止強化月間という動画がありますので、ちょっとご覧いただきます。はい、注目、ここ蚊いますよ。身近な溜まり水で蚊は発生します。溜まり水をチェックで、蚊もなく負担もなし。チェックしよう、あなたの身近な溜まり水。
まあ、このコマ動画そのものが可もなく不可もなくかもしれませんけれどもでもいろいろ工夫して、はい、こちらのバージョンはいろいろ工夫しております。もう覚えたでしょ、可もなく不可もなく。よろしくお願いします。それから3番目から4番目、これも楽しい、これもというかこれは楽しい、パンダであります。パンダのシャンシャンについて、最近はね永久歯が生え始めたそうでございまして、でリンゴをむしゃむしゃと美味しそうに食べるなどなど、おかげさまですくすくと育っております。ちょっと見ましょうか。もう上野動物園のキラーコンテンツこれですから。すいません、おとなしです。うん、という具合で、はい、シャンシャン、6月12日で1歳の誕生日を迎えるということであります。まあ、いつの間にか大きく育ちました。いつまでも可愛いですね。ということで、シャンシャンの1歳をお祝いをするという観点から、もう上野動物園では記念カードとか、お配りしたり、記念グッズを販売をするなどをしております。上野動物園のホームページなどでいろいろと出ておりますので、ご覧いただきたい。それから、シャンシャンとお母さんパンダのシンシン、観覧できるんですけれども、2月からは整理券配布方式を採用をしてまいりましたが、皆さんのおかげでですね、ご協力のおかげでこれまでも混乱なく観覧いただいているということでございます。でこれまでなんと約80万人の方々に直接ご覧いただいたということになります。でそこでもっと多くの皆さんに気軽にシンシンとシャンシャンに会いに来ていただけるようにということで、6月入ってからでありますけれども、6月5日の火曜日から先着順に変えます。で先着順にご覧いただく形によってですね、予約であるとか整理券といった事前の手続きがなく、観覧、列に並んでいただいた順に順次ご覧いただけるということで、ございます。まあ、1日にご覧、これこうすることによって1日にご覧いただける人数っていうのは現在の9500人から1日1万5000人レベルへというふうに増えることになりますので、より多くの皆さんに、シャンシャンと会っていただきたい。それからこれまでシンシン、シャンシャンと、それから お父さんパンダリーリー、ちょっと別になってるんですけど、この観覧がですね別ルートにしていたんですけれども、今回観覧方法の変更と合わせましてルートを一元化をして、ジャイアントパンダの親子を同じ動線で、ご覧いただけるというようにいたします。まあ、これまでお父さんの方はちょっと単身赴任だったのを今度一緒になるということであります。で、上野動物、まあ、これから大変暑くなりますのでね、熱中症に皆さん観覧に来ていただく方々ならないように、ぜひその上野動物園の公式ツイッターでも待ち時間の情報を出しますので、1時間おきに発信をしますので、まあ熱中、ここシャンシャンに会いに来て熱中症になっちゃったっていうのは気をつけていただきたいので、まあいろんなこの発信をしてますから、よく見ながらお楽しみいただければということでございます。で最後にこれから整備していくパンダの展示施設をご紹介をしていきます。これが新しく整備をいたします展示施設、パンダのふるさとゾーンと呼んでいます。これは生き生きとしたパンダの姿を見せられるように、ジャイアントパンダの生息地に近い起伏に富んだ環境を整えて、まあ、視線の
環境に合わせていくということで、こちらの方は施設を作るわけですけれども、完成は2020年の3月頃、と予定をいたしております。ジャイアントパンダのお引越しについてはまた別途お知らせすることになろうかと思います。はい、以上私からのご報告でございました。はい、ありがとうございました。では幹事社の毎日新聞竹内から、2点ほどお伺いします。1点目ですが、東京都はマヨクラブに先客案内施設の件なんですが、マヨクラブに対して事業実施の可否を28日までに回答するよう求めています。現時点までにマヨ側から何かリアクションがあったかということと、もし28日までに回答がなかった場合ですね、どういった対応を考えでしょうか。例えば事業者の最高峰に舵を切るとか、そういうこともお考えなんでしょうか。ちなみにもう一度公募をするような事態になったときは再公募になる。つまりこのケースの前もポシャったケースがあるということで、2回目がこれで3回目ということになるかと思います。で、そうならないことを願っておりますけれども、先客万来施設の事業者に対しては、おっしゃるように来週の28日までに、事業実施の意思についてご回答いただけるように文書をお渡しをして、今はお待ちをしているという段階で、あります。これまでも事業実施に向けて協議を積み重ねてまいりました。でいただいたさまざまな要望については都の考え方を丁寧にご説明させていただき、先般も28日という期限について区切ると同時にですね、さまざまなご要望について都の考え方でまたお返しをしているという、そういうことでございます。で一方でその時間的な制約もございますので、早急に事業実施の判断をいただきたいものだと考えております。結果はどうなるのか、経営者としてのご判断になろうかと思いますが、前向きな回答を期待をしておりますが、一方で回答、その回答がどういうふうに出るのかによって、さまざま緊急な対応、早急な対応をしていきたいとこのように考えております。2点目ですが、21日に築地再開発検討会議が報告書を発表しました。で築地跡地に置く施設の具体案は盛り込まず、基本的には理念的な方向性を示されるような形になったんですが、マヨ側はですね、最終報告書の結論を踏まえて事業実施の可否を判断すると、そもそも言っててですね、なかなかこう それからすると判断しにくい内容になったんじゃないかと思います。改めて知事ご自身、築地再開発の具体的なイメージお持ちの部分、お聞かせ願えればと思います。これはかねてより、この築地をどういうふうに再開発するかということで、かつこれまでもいくつかさまざまなシンクタンク第三者に分析をさせて、していただいて、不動産としての価値であるとか、いろんなこれまでも分析があったところでございますが、今回のこの築地の検討会議ということにつきましてはですね、より浜離宮やそれから築地本願寺、などなど周辺のですね、さまざまな築地ならではのと言ってもいいかと思いますけれども、そういう、施設とより鳥の目で、そして再築地をどう生かしていくかということで、ご議論をいただいたわけで、あります。で大きな視点ということでございますので、あまり細かなところまでは入っておりませんけれども、しかしながら今回これによってですね、まちづくりの方針になるわけでありますから、今後次のステップに入って、都として今年度内にはまちづくりの方針にの策定に向けて、さらに具体的、またその方法論などについて詰めていくということになろうかと思います。確かに、まさしく大きな方向性を定めたという位置づけになっております。ございます。じゃあ
各社の質問に移ります。幹事社から毎回ですがお願いございます。当てられた社は社名などの所属とお名前を名乗ってからご質問ください。不規則発言は進行の妨げなのでお控えください。それではお願いします。日本経済新聞の後半だと申します。受動喫煙対策について、国の統計構造、投資法改正の案なんですけれども、やはりですね、働き方改革の関連法案という形でですね、なかなかやっぱり、今国会の成立は難しいという見方が強まっていると思います。その中でですね、その都の条例を先にですね、理解で申請して、で成立させると、優先をするという選択肢について、知事の見解を改めてお伺いしたいと思います。はい、今日も国会がどういう状況になっているのかよく存じておりませんけれども、働き方改革を経た上で、受動喫煙のに関係する健康増進法の改正を審議するというふうに伺っております。よってかなり予定よりは見込みよりは遅れが生じているのかなと、また今国会どこまで行くのかなと、こちらもそのあたりを心配をしながら見ているところであります。一方で東京都といたしまして、すでに6月の定例議会に上程すべく今骨子案をさらに固めているその作業の最中ではございますけれども、やはりラグビーのワールドカップ、そしてまた2020年のオリンピック・パラリンピックというメガスポーツのイベントを抱えている東京でございますので、さまざまな準備が必要ということになろうかと思います。よって立て付けなどにおいて国のこの基本的な方針法案の立て付けが変わったことによって、それに東京都の骨子案もそれに合わせる形にしているわけでございますし、また国の動くこのさまざまなこの法案に関しての動きなどを見ましても、また国との整合性を図る部分も出てくるのかというふうにも思っております。で、いずれにしましても地方自治としてのですね、判断として、この都といたしましての受動喫煙の防止条例ということについては、この日程を目標にして仕上げてまいりたい。そのために各党各会派の方にもご説明を続けているということであります。はい、もし東京都の条例の方が成立がもし先になったとしたら、いいという話はあるのかとしましたら、そうしますと国の方はナショナルミニマムですので、そうすると例えばその加熱式タバコの扱いとかも含めて、ちょっとやっぱり都と国の方で、違いが出てくるのかなという懸念もあるんですけれども、国の方が法案が後になることで、なんかその課題は出てこないのかなということについて、事情かな。前もって分かるような部分については整合性に対を図ることの努力をしていきたいというふうに思っております。それから国の法律はですね、その根幹の部分を決められた後、政令だ省令だと細かい話になってくる。そうなりますと、こちらが条例を先に作った時の後の処置ということは、それは必要になってくるかと思いますので、それはその時にまた心構えも含めて考えていきたいと思っております。いずれにせよ、有効な措置、有効な受動喫煙対策が図られるということが必要になってくるかと思います。で、先ほどナショナルミニマムの話はまさしく加藤厚生労働大臣とお会いした時も、先方からこれはナショナルミニマムなんだと、あとはそれぞれの地方自治としての上乗せをという話も大臣の方からもいただいております。環境大臣、私環境大臣の折に大気汚染対策というのでディーゼル対策をやりましたけれども、当時の石原大臣はですね、石原、都知事はうーんと上乗せをしたというのがございました。それはまさしく地方自治の判断なんだろうというふうに思います。
MX テレビの白井です。選挙区番台の話に戻るんですが、都が出した文書の中にですね、期限までに明確な回答がいただけない場合、事業実施の意思がなくこれを放棄するものと判断せざるを得ないと、明確な回答がない場合のその記述もあったと認識していますが、もしその今回来る回答がですね、丸でもなくですね、×でもなく、それこそ明確な回答じゃなかった場合というのは、継続のその協議という可能性もあるかどうかとお願いします。はい、いろんなケースはあろうかと思いますが、まずは28日の先方のご対応ということを見ていきたいとこう思っております。そしてまたそれがさらにどのようなこうの伸びになっていくのかなどは、しっかりと先方の万葉クラブさんがどういうご意思なのかというのは、やはり確認をするということは続けていく必要があろうかと思っております。すいません、雑誌記者の中島と言います。よろしくお願いします。二輪車駐車場対策についてです。先般都知事が加速度的に整備を進めるべきとお話しした件です。都心にはですね、駐車禁止、放置駐車禁止の看板があふれていますが、その一例で汐留地区について、伺いたいんですけれども、大内建設事務所と後藤警察がですね、連名で看板を立てております。でその、後ろにはですね、花壇があります。で建設局の方に花壇を、ができるのであれば、路上駐車場もできるのではないかとお尋ねしたところ、その選択肢はないと、いうことをおっしゃいました。あるいは建設局の対策ではないと。でじゃあ事務所からですね、こうした問題を道路管理者である建設局が吸い上げて、今後例えばその築地の再開発であるとかの時に、役立つようなことができるかというようなお話を聞いたところ、そういった仕組みはないんだというふうにおっしゃいました。建設局とその都市整備局の縦割り行政について、これについて、例えば部局横断の協議会などを立ち上げて具体的に進める必要があると思いますが、いかがでしょうか。はい、前回も二輪の駐輪場の話をいただいたかと思います。ご承知のように自動二輪車の駐車場の整備というのは基本的には、区市町村が地域の実情に応じて進めるという、分け方になっておりますが、都はですね、民間の開発に合わせた整備の働きかけ、それから補助制度などの支援を行っているところであります。で2月ですけれども、都として独自に区市町村との連絡会議を開催をいたしました。でそこで情報共有や意見交換を行うということで、改めて駐車場の整備に向けた働きかけを行うようにいたしております。前も申し上げたと思いますけれども、日本というのは二輪メーカーの、聖地と言ってもいいんじゃないか、主な、二輪メーカーが世界のシェアにおける、比率というのは5割というふうに聞いております。そして今回も国際会議の方で、ご披露させていただいたんですが、今 EV バイク、電気バイクっていうのがこれからいろんな新興の企業がどんどん作っていくということが考えられる。そうなると老舗である日本のメーカーがですね、また電気バイクなどの開発に向けて進めていく。そうすると国内の需要があまりない中で、進めるよりはやはり国内でも需要があって、そしてそのニーズに応える形で国内での生産を行う、そして輸出をする、日本経済を伸ばしていくなどということになればですね、私はお考えと前から言ってるんですけど、もう少し駐輪場確保してあげたらいいんじゃないの派なんです。ですからそういう意味で今話し合った縦割りの話なども含めてですね、どうすれば二輪がもう少しかつて若者がみんな二輪を自慢し合って、乗ったようにですね、新しい電気バイクは二輪のファンの人からすれば物足りないんですかね。音もしないし、いずれにしましても二輪という私は産業そのものは大きいし、これから日本がそれを
ちゃんと確保すべきだし、まあ、アメリカの自動車の税金がなんかえらい高くする中に二輪が入るのかどうか知りませんけど、でもいずれにせよ産業としての二輪という位置づけ、それから移動体としての二輪の位置づけ、私はもう少しこの日本国内でね、場所を確保してあげるべきだなというふうに思っておりますので、先ほども担当者に改めて指示を出したところであります。はい、フジテレビ小川です。2点教えてください。1点目がですね、先ほどの受動喫煙防止条例案に関わるものなんですが、東京都の受動喫煙防止条例案に対して、まあ、他社さんの調査ではあるんですけれど 75.8% が賛成で、喫煙者も4割近くが賛成という数字が出てるんですが、知事としては最近いろんなことで受動喫煙防止条例についていろんな方からヒアリングしたりいろんな場に行ってますけれど、実際にこういった空気感を感じることなるんでしょうか。はい、ございますね。まあ、基本的に非喫煙者がもう8割を超えているということで、多くのサイレントマジョリティの方は早くやってよというお声の方が多いと思います。実際に私にその旨を伝えてくださる方も、またそういう思いをいろんな形で伝えてくださる方もそうであります。一方でね、やっぱお店をやってる方々っていうのはもう来なくなっちゃうんじゃないかしらというご心配はあるのは事実だと思います。で、まあ、100平米だ30平米だと面積で言われても、そんなこと言われてもうちは小さいわよと、それから人も雇ってないけれども、そんなことしてもお客さんが来なくなったらどうするの、まあ、これ選択制というふうにはしてるんですが、まあ、変わるときっていうのは皆さん何て言うんでしょうか、不安があるのは当然だとは思います。しかし一方でですね、やはりこの機会に、ずっと本来この受動喫煙対策をこの都で行うというのは条例案などもですね、作っては消え作っては消えということがあったので、もうこれは最後にしておくべきだと、そして必要な措置というのをしっかりとやっておくべきだというふうに私は思っておりますので、まあ、それも考えながらこれから多数の皆様方が、議会の皆様方が賛同いただけるようなさまざまな工夫も凝らしつつ、ただ有効な形にしなければ、成立はしたけれどもみたいなことにならないように、しっかり肝のところはしっかり押さえていきたいというふうに考えております。もう1点、もう1点、はい、もう1点なんですけど、この東京都日本の成長を考える検討会についてもうちょっとお伺いしたいんですが、はい、だいたい世界的な流れはコンパクトシティですとか都市化ですとか、まあ、都市に集中させて無駄にインフラを作らないですとか、要は車の走らない道路をやめようとか、そういう都市化の流れは進んでると思うんですが、その一方で、まあ、日本国内は来年統一地方選があるとなると、なかなか都市化っていうのは、永田町にいらっしゃった知事自身も統一地方選の前に都市化ってなかなか言いづらいこともあったんじゃないかなと思うんですが、そういった経験を踏まえて二律廃藩にならずに、こういった、まあ、コンパクトシティのいい面ですとか、そういった地方切り捨てにならないという議論をこの検討会でどういうふうに進めていきたいかをもう少し教えてください。はい、まあ、東京もこれだけ大きなところでございます。で、コンパクトシティならぬメガシティであります。世界の中の有数なメガシティをどうやってこれからも元気にし続けていくか、で検討会には各党各会派にもお入りいただくと、でそれはむしろ それこそ、この国のレベルでいうと、東京都選出の国会議員であるとか、そういった方々は数は少ないです。でましてや都道府県レベルでいうと、今私は46対1のような、そういう戦いを強いられるわけで、あります。まあ、若干次の法人課税の時は若干違う顔ぶれになるかもしれませんが、でも地方消費税の時などはもう明確に結果としても1対46でありました。それから不交付団体もかつては170を超える不交付団体がこの日本中にあったのが、今も70いくつかにもう激減しているんですね。
でこれってやはりその努力すればそれが報われるのではなくて、むしろその、努力ももう限界がありますよと言って、あとは交付金補助金頼りにせざるを得ない自治体の方もいらっしゃるかとは思いますけれども、国全体の国家経営で考えますと、やはり東京というメガシティをどうやってこれからも稼ぐかの街にしていくのか、ところでなければ稼ぐところが全部なくなってしまったときはどうするんですかねというふうに私はむしろ危機感を感じます。そして、地方選ということで言うならば、次の地方選に備えておられる東京で、地方選を戦う方々は、じゃあ都市オール東京のこの流れに参加されないんですかということが問われると思うんですね。やはり都民の税金をどうやって都民のために使っていくかということを訴える方というのが、次の東京における地方選の戦い方に必然的になってくるのではないか、このように思うところであります。じゃ最後だけど、はい、中山と申します。先ほどの冒頭の発言の中でアメフトの問題についてお伺いしたいんですけれども、今後この間の対応に関しては、反面教師的に見ている部分もあるというふうに知事はおっしゃいました。先週の会見で知事が憤慨されたからまた1週間経ちましたけれども、事態は全く進んでなくて、悪い方向に行っていると思います。で日大は東京の大学でもありますし、一連のこの1週間の動きをですね、どういうふうに捉えておられるか見解をお願いいたします。はい、これについてはもう皆さんお一人一人いろんなお考えを抱かざるをえないような事象だと思います。おっしゃるように日大はこの東京にとりましても次第の優として、まさしく23区内でもそれ以外でも活躍していただいている、まさしく大きな大学でございます。そういう中でその今回の対応っていうのが、皆さんが考えておられるように、これが日大なのなどというふうに思われてしまってるっていうのは、大学の経営上も厳しい難しくなるんじゃないかなと、ちょっとご心配もさせていただくわけであります。今基本的に今日は出ませんでしたけれども、狛江のその仲間を言うとあれですけれども、市長さんにしても、それから財務省のセクハラ発言にしても、それからいろんなパワハラ、監督が潰してこいと言ったか言わないか知らないけれども、そういうことをやるとかですね、昨今はいろんなその判断基準というか、ハラスメントのこの度合いがですね、昭和時代から考えたらぐーんと上がってるので、それに気づいていない方っていうのは、このハードルにつまずいて今こけてるということなんだろうと思います。ですから社会はいつも常に変革をするものですし、それがいい悪いの議論もあるかもしれませんけれども、やはりそれが社会において今どういうこのハードルなんだと、どこまでが良くてどこまでは悪いのかとかですね、やはりそれを客観的に見つめることが必要であり、特に教育の場に身を置く方々っていうのは、特にそこは厳しく見られているという自覚は必要なんだろうと、このように思うところであります。教育および政治というふうに、政治行政といった方がいいのかもしれません。そのことをちゃんと自覚をする必要があるということを、いくつかの事例が示してくれているのではないかな、そう思いながら見つめているところであります。ありがとうございました。